はい、始まりますよ。というかもう始まりました。どうも初めまして、クリです。というか何回でどうも初めましてっていつも言ってるけど、まあ偶然で見てる方いるんでしょうかね。まあ知らない、ただひたすらポケモンをやってる僕でございます、クリです。うん、なんだっけと、シャープ10号を見てない方、まあ見てる、ん、なんかシャープ1やって、でグダグダただレベルアップ、レベリングとポケモン図鑑を埋めたりとかしたの 1.5 になって、で話少し進んでシャープ2を動画撮ったなんですが、シャープ 2.5 が撮り終わったところです。撮り終わったというか、まあ何時間前で終わったなんですが、まあこちらがチモのラインアップでございます。役でなんか本作の新しいポケモンでございます。炎虫タイプのポケモンです。結構楽しみに手に入れたいポケモンだったなんですが、なんか意外とルート3結構始まりのとこにあって、おお、そこにあったんかいって思って、あ、ちょっと焦って取りに行きました。で次はミツハニ。ミツハニは普通にワイドエリアにいましたので、まあたまたまなんかワイドエリアに出てきたら、あれ、いっぱいあるんじゃ、そんなに簡単に手に入れるんじゃんって思って手に入れました。ちなみにメスでございます、このポケモンには。うん、本作ではそこも大事のかな。うん、どうだろうね。なんか結構昔にはそういうポケモンの性別があるところから、ミツハニのオス型は進化しないでございます、メスしか進化しませんので、そこがご注意点です。まあせめて僕の知識の中ではね、本作ではそれ続けてるかどうかわからないんですが、一応メインのためにメスを捕まえました。で石住まい、こちらがなんだっけ、光の線をなんかシュンってダイマックスバトルに見つけた石住まいです。うん、それだけ。うん、うららか草原でレベル17と、なんかもうちょっと歩いてたら、なんだっけ、町の入り口近くの左側にもう発生、結構発生してるポケモンだったので、なんかもしだからぜひチームに入れたいなって思って捕まえました。でバチュラ、バチュルなんかタランチュラのようなものを進化するポケモンでございます。虫電気です。まあこれが結構前の作品から存在するポケモンなので、まあ電気がなかなか飛行ポケモンには弱い虫たちを、誰かの電気ポケモンをみんなを守るように捕まえました。で本作も新しいポケモンのレドムシというか、本作で新しいかどうか、いや本作で新しいやん、だってサンムーンやってたけど、ウルトラサンとウルトラモンで新しいポケモンあったの、ないの、ないと思います。まあそこが、そこもなんかあやふや、自分情報で、まあ 100% の情報ではないでございますので、
まあ、自分意見にご注意ください。僕の僕を信じないでください。でもいいです。と青ガラス、今回の新しいなんかポッポって感じのポケモンでございます。でも結構かっこいいわ。なんか最後の姿は結構たくましい大きなカラス、アーマガーってです。でこれが今のチームの組み合わせになっております。でストーリーを続けて最初のジムチャレンジに向かおうと思ってます。はい、じゃあ話を続きますよ。え、もう早？ウールを使わせたら俺は最強。うん、まあね。あれのなんだっけ名前、メッソン、うん、メソンのことは どうなったの？っていうか何もそれだけで帰るんかい。タフスタージャン、なんじゃ。でも一回ジムリーダー倒してたらもう悪いんだよな。のかな。まあそうだと思います。お、ボールガイ。お、フレンドボール。大事なボールです。え、なんで匂いになってんの。まあ本当はここで入院になってるはずなんだけど、本当は合言葉、インターネットの合言葉でフレンドボールがもらってました。なんかなんだっけ、確認できるよね。こちらをいろんな合言葉を使っていろんなボールをもらってきました。まあその日付でこれが 10.5 のシャープで撮ったので、まあなんだっけ、まあ検索してたらすぐ出てくるので、一応15日までが全部こういうボールが手に入れることができます。うん、検索してね。まあボールによっては30日までだったかな、1月の。でもまあ一応こういう感じのボールたちでございます。で僕がフレンドボールの柄がすごい好きなので大事に使いたいと思います。うん、ウルトラボールもなんかもらったのですごいなって思った。これが三門の方でなんだっけ、ウルトラのポケモンたち、うん、ウルトラビーストを捕まえるの特殊なボールだったんですが、まあ本作で出てくるのもいろいろ良いなって思って、欲しいの？交換していいですよ。あれ？あ、ごめん。今持ってないわ。今持ってないわ。ごめん。え？笑ってる？
なんで？うん、僕だよ、ホープのライバルだよ。なんでめっちゃクスクスしてるんかい。おう、全部一緒かい。なんかなんだっけ、ワイルドエリアの次の街で、ちょっと隠れてる場所なんだけど、こちらのユニフォームの証拠があるので、同じものを売っております。証拠も全部同じものです。ダンスは得意なの？ダンスする必要なところがあるかもしれないってこと？そういうフラグ立つ？なんか 目がちょっと怖い。ユニフォーム大体綺麗だと思います。じゃあセーブしてジムチャレンジへ行きます。軽くおさらいしますね、はい。ジムミッションをこなし、ジムリーダーに勝利して、ジムバージを8個集めます。ジムミッション、ジムミッションとはジムリーダーに挑む前にこなす腕試しみたいなものです。ポケモンジムによっていろんなジムミッションがありますよ。ではジムチャレンジに挑戦なさいますか？挑戦します。ジムチャレンジに挑むのでしたらユニフォームに着替えてくださいね。うん、いいよ。あります。おなんか変なとこを撮って、まあいいんじゃん。おすごいな、ジムの中では。なんかどんだけ広いなこれ。変なおじさん変なおじさんウールたちよ、あちらの牧草の牧草の塊、牧草ロールまで追い込みます。犬のワンになることですダンペイと申します。あ、ダンペイ、どかの別のゲームで見たことある名前ですおレフリーさんか。それではジムミッションスタートです。どこ行くの？の。これがなんか、ちょっと、別の方の動画でやり方、大体見てましたので、まあ、サクッとやりましょうね。なんか可愛いな。なんか全員、
なんかリズム、同じリズムでめめめって感じが面白かった。ワンパチがいる。あ、ワンパチが止められるの、自分が。なるほど、全員と戦わないといけないかな。まあいつもジムを挑むには、まあ、自分の中のルールとしてできるだけで、まあ、できるだけのそういう雑魚あ、思ったよりレベル高いわ。火炎車、なんか解放者がすぐ頭に出てくるんけど、解放者じゃないわ。まあだいたい自分ルールって感じなんですが、まあジムチャレンジを挑むときは一つのチームしか使えない。まあできるだけ自分好みのポケモンだけを入れる感じのチームで挑む。意外とちょっといけっていうか、何のタイプの画面読んでなかったよ。でそう、まあ一つのチームで挑むこと、ワンパチでお願いできますで、こういう何というの、ジムトレーナーたちを、まあできれば挑戦、全員戦って戦うことをします。と、何と言うんだろう、ジムリーダーまでがアイテムを使わない。まあ何と言うんだろう、本当にここで始まって、まあそのチームでずっと続けて、謎の草、あ、大丈夫です、そのままで、ずっと一つのチームだけで続けて、一つのポケモンたち使って、うん、ということだけかな説明しにくいな。なんと言うんだろう。いざとなると説明しようとしたら説明しにくいな。でもまあ自分の中でなんかこういう感じじゃないと、ちゃんとジムリーダーに勝ってない、勝ったとは言わないって感じ。ワンパチの代わりにワンワンウォーク。ちなみにこれがギミックは一応分かってる、うん、一応ギミックが、どんなギミックが、お、ありがとう、ワンパチ。で、ジムトレーナーは、まあ、なんて言うんだろう、ほとらかしたら、後で挑戦できないから、なんか目がすごい、すごい目だな。
構緑でそろそろ戦闘のポケモンを変わろうかな。一応ヤクデが一番ここに出番が出るのですが、うん、ミツハニも使ったりとかはしようかな。一応風起こしが持ってるからな。謎の草はもう毒草毒、その次が草毒になる、どっちだった。おい毒にしないでください。ちなみに毒は固定のなんだっけ、固定のダメージを与えるものなので結構きつい。あ、もう毒よくない、ね、じゃあエスパタイプ。今のゴーストは、よいしょ。でであとはなんだっけ話は。忘れてた。まあまあ僕の話をあんまり無視してていいよ。ただゲームの画面を楽しんでください。おわんぱちじゃない、お姉さんと話したい。キラリ眩しいの褒め言葉ありがとうございます。ちょっと遅れた一匹があったな。ゴンゴンめおめえっておめえってどうしたの、なんかやっちゃった。イエーイ、ジモミッションクリア。っていうか、あ、間違っちゃったポケモンの順番だけを一旦確認したいです。どうしよう、どこ直しましおうか。一応人数としては多いし、虫の攻撃持ってるものも多いし、そのままで挑みます。カスタムボールじゃないの、なんかピカチュウとイブが見てる。厳しめ？
ちょうど真ん中に姿 ピカチュウとイブの姿が隣同士にある。深いんだね。そんなことないんですよ。ああ、そうだった。順番を変えたかった理由は、やろう。その手袋欲しいな。っていうか相手のレベル見てないな。19か。ちょっと2匹だけ。おい、どうなりだなのあんた。というか前にやってる方を見たって言ってたんだけど、見たのはギミックだけ。その戦い自体がそんなに詳しく見てなかったから。なんかどんなポケモンとかポケモン何人とか見てなかったから、ダイマックス使いましょう。大バーン。攻撃、今のめっちゃダメージ受けたんだけど。お、ダイバーンっていうかやばいんですよね。向こう側が素早いからと、どうしよう。ダイマックスな状態だから一応交代したくないんですが、逆でも倒してほしくないな。一応レードモーションに交代します。正確なダイマックスが、
なんかダメージ少ねえなんかあんまり抵抗しないなって思ってたら意外とやばそう。あ、でも相手のダイマックスも終わった。ああよかった。なんかワイルドエリアにダイマックスポケモンがずっとダイマックスの状態だから、なんかもしかしたらジムリーダーの方も何か、あー、ここがしょうがないな。問題は薬デを出しても一発で倒されるから、パチュルに頼りましょうか。でも本当になんかレベル20と思ってなかったわ。連続切りが連続で出すと攻撃力が上がるんだけど、虫食いの方の攻撃力が高い。でも一発で倒れないと思うんだから、連続ギリでいくか。ていうかこっち側が素早いのかい。よかったわ。ていうかなんだっけ、草タイプのジムなんだけど普通の攻撃そんなよおお、急所じゃないでも倒した、やった。あー、レイドムシが倒れてたんだから経験してもらえない。エレキボールを、エレキボールいいのじゃないの。え、開いてるよ、ちょっと待って。元気の塊。連続ギルはすごい。まあ後でなんか本作は簡単になんか前に覚えた攻撃とか、もう忘れた攻撃とか、それを覚え直すがどこでものスタジアムじゃなくてポケモンセンターでできるので、ありがとうございます。手でけえ手がでけえ。レベル25までのポケモン、ユニフォーム。
いいんだ。アドバイス。バオタウン。レベル30まで一気に、なんかレベル15まで捕まえるってなってて、あれ、じゃあレベル325までしか、お願いを聞いてくれないかなって思って、一気にレベル30まで聞いてくれる、よかった。特にない。え、ちょっと待って、リーグカードに、リーグカードの後ろに何このチーム。作成した時のチームが登録されてるんだよな。後で変わろう。後で変わろう。ででででででで。ユニフォームがどこで選べるの？もう持ってるんだけど、ショップにはない。ボールガイ。じゃあ、続きをやろう。ちなみに次のジムは確かに水と、ネタバレはそこまでしかわからん。水のジムでございます。変わった音、おめでろう。え、マジか。ピッタシロミ。え、やたろう、1桁。え、1桁。モーモミルク。そんな、なんか見事1桁多い。なんじゃ1桁かい。はあはあ、ポケジョーブはまだ途中かな。あ、新しい募集中出てきてる。4匹まで。草ポケモンしかないの？植物の扱いがうまい。やっぱり草ポケモンしかない。来てくれると嬉しいな。4匹まで。経験値欲しい2つ。
ね、草ポケモン今が3人いるんだけど、多くてもいいよな別に。行こう。ポケ情報へ。はい、お願いします。送り出す。あ、レンダで一日送ったんやん。一日長いじゃん。明日の7時に終わるってこと。あというか書いてあるわ。あと何時間、あと24時間。あ、他のやることあったっけ。カードメーカー、いや今のチームはまだいまいちだから、このままでいけましょう。カードがね。でモンスターボール十分がある。スパボール解放してます。スパボールはまあ普通のモンスターボールがなくなってから使うことにしようかね。どうします。ケチです。でこちらのジームで、こちらの地方の姿のニアースを欲しがってる子がいると覚えないといけないです。5番道路。あ、もう一つのネタバレ、こちらがダブル勝負だ。ジムチャレンジャーに突撃インタビュー。ファンの顔がやば。ちゃんと休んでる。おお、鋼と電気。鋼にはまあこのやな。ああ、あいつは電気地面や。電気地面何が弱いかな。レンジまあ一つか。交代しましょう。え、地面じゃないの。でも大体全部今一つや。どうしよう。まあ全部今一つやけど、まあ今一つでいいか。というか虫食いでいいかな。あ、虫食いが今一つじゃないんじゃん。ああ、まひった。火炎放射。あ、火炎放射じゃない、火炎車。おお、地面電気。地面には炎がいまいちだったっけ。置いてねえやん。倒れてほしくないから、沈まいで大丈夫かね。
充電しとるんや。ああ、なかなかいいダメージ入った。噛みつくで。でも低いで大丈夫やな。ああああ、何やってんの。あなんもないとこに攻撃。ああ、頭いい。よかった。なんかダブルバトルに慣れてないやん。駐在をちゃんと取れたら負けても大丈夫やん。これ誰か欲しかった。チラミ。前回の買い物の時はやっぱりモンスターボール買いすぎやん。こっちのポケボールは。ヒールボール3個。どうなんすよ。レベルなかなか高いな。ていうか、もしなるのに無視攻撃ないんかい。バチュールにする。できない。なんじゃあ。ああでも。アクが強い。ああ。抜群だ。はい、カイングルマ。これでやけどダメージを入って、赤までいかないか。でもそのままでつかないと。もう
ああ、そうなんす。トトトントン。トロロロントロロントロロントロトロ。なんか いろんなポケモン使っててどんどん新しいポケモン見つかっててどんどん捕まえたくなる。あう、え、泣いてる？ごめん。タイプかな。ゲロフェアリタイプ、ゲロパフ、ゲロパフ、パフパフって感じ。え、なんか、うん、うん、そのぐらいにしましよう。一回ポケモンたちを休ませたいです。あ、やっぱりフェアリア。そう言いながらなんか前へ続く。ボーク。何のボール？あ、ハイパーか。え？何これ？初めて見たポケモンや。え、意外と草と虫じゃない。何これ、まあ虫じゃないよな。というか虫じゃないと言ってるんだけど、それはなぜならなんか虫ポケモン、本作の虫ポケモンが一覧全なんかザーッと見てた、なんかそういうリンゴがなかったやん。何のタイプをあれ、っていうか金にグーンと上げてるな、もらってる金が。まだ大丈夫、まだ大丈夫。ちょっとここまでにしよう。十分なんだっけ。え、何これ、あ、同じものや。こんにちは、す。光ればちょうどいいバランス。草タイプってこういう色かな。お邪魔します。なんか
すぐ引っかかったな。どうしても当たるんか。なんか目が面白かわいい。あ、料理料理料理。材料を見る。これが僕が持ってる材料だけやな。純也と一緒に料理を始めますか。はい、料理を始めましょう。相手が何が入れるのか分かんないんですよね。適当カレー。今一番多いのやつを入れとく。あ、キノコ。あ、鍋の上ちょっと光ってるな今。こういう感じで一番いいってこと？それとももっともっとだったらもっと光る？どうだろうね。よく混ぜない。あ、混ぜがいまいちだったな。混ぜ方がコントローラーで難しいな。コントローラーというかプロコントローラーで。プロコントローラー、プロコントローラー。いろいろキノコ。かわいい。おー、そうなんす。急なんかちょっと残念って感じ。ここでやろう。まあ、うんだろう。キャンプから出ましょう。結構経験値もらったな。で、ポケモンたちの状態は麻痺続いてるな。うん、おうおうおお、メロ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 攻撃。といえば攻撃といえば、前にもらった新しい技が、うん、超えるものはいない。あ、うん、覚えた方がいいよね。弱攻撃が打ち落とすしかない。2から5。ジッタバータは走らないから。
ロックブラストを覚えよう。他にはもうしばらくセーブしてないからセーブしましょう。ダンダンダナダン、相手してほしくなかったかな。一旦マーヒを回復したいんだから、ちょっと長めの歩きを少々近いはないというかソーニャはまだあそこにいるのかな。新しくここに泊まってる方いるなって思ったら、ただ5番ドールのことを喋る方って、ソニアはもう自転車欲しいな自転車欲しいな。ていうか自転車はそういうワイルドエリア以外にも使えるのかな、わかんない。変わったポケモンいる。後ろに歩ける？ボールじゃない、あそこ。何これ、綺麗なの毛がら。が持ってる。歌を。なんか面白い。役で。あ、ちゃんと見えてなかったな。ちゃんと見てから交代しましょう。特攻の方。甘える。攻撃下げても、こちらは特攻。よし。甘えるしかやらない
まあ、ジョンソンとレベル上がってるな。あ、虫食い。虫。言ってた虫なのに虫攻撃持ってないね。でどうしよう、次の、ああもうここでポケモンを預かっとこう。預けたいもん、え、何これ。ゾンズーン、え、エルズーン、ちょいちょい待ってちょい待って、いきなりすぎわ今のいきなりすぎ今の、どこだい、デレゾン、おお、ああ、うん、なるほど、ああ、ゾンゾンって、ああ。ああ経験値あるんやな、ありがとうございます。はい、ああ、大体分かってるというか、まあ少し調べたんだ。ポケモン卵のこと、まあ無視してよい。え？というかエルダインよりその青い服の人、え？って。ヘイヘイヘイ、あ、自転車、自転車泥棒です。はあはあ、
ああ、なんか、メルヘン、うん、ポケモンの世界はメルヘン、それ理解します。頭の中はメルヘンにしましょう。はい、柔らかーく柔らかーく、なんか。いきなり話しかけてるだけでもうポケモンを預けたりしたんだのにとかということをあんまり考えないでおこう。柔らかーくね。あ、寝てるんやん。ペロペロられたのに起きてーよー。どう誰だそうかな。ああ、向こうがここでしょ。まあどっちでも変わらんか。ああでも展開が多すぎてちょっと頭の中でメルヘン。え、何今の顔いい。エールダンって石詰まい、キリサップ覚えようか。キリサップってどんな攻撃、急所に当たりやすい。うん、連続ギリを忘れようか。それとも打ち落とす、こっちにします。連続ギリやな。いやでもちゃんと考えるとそんなに攻撃を受け取れるポケモンだったら連続、ホックスライ、アックだった、ね、あのキツネの進化系やな。役ではダメ、寝てるから。じゃあそのままでいいんじゃん。おう、思ったよりかっこいいと言おうとしてたんだけど、いきなりヒゲ見てたらちょっとね、いまいち。そうか、バチボン。あ、プロタ。え、1回だけ、それとも連続で攻撃が上がる攻撃だったっけ。何回連続で当たる攻撃じゃなかった。あれ、1回なんか、なんて残念。エルダンしたパ、正直でよろしい。邪魔することを邪魔されたって。
気持ちがわかる。僕もさっき言ってたんだ、自転車が欲しいなって。ゴーストだ。あ、寝てる、寝てることを忘れるな。まあ考えようか。いや、ちょっと待って、向こうがゴーストだったらエスパが弱い。何も言わない戦いだ。どうだろう、エレキボールでやってみましょうか。なんかエレキボールは相手と自分のポケモンの素早さの差が出、攻撃量が変わるから。よし、マリのこと信じてくださいやん。応援なんでしょ。ああ。と完全に変人の方を助け出した。ああ。っていうかロートムがもともと電話の代わりでしょ。はあ、僕の気持ちそのままや。はあ、おう、タボができるような自転車。説明を読みますね。なんであんた説明読むの。説明したらいいんじゃない。 何そのマニュアル僕が読むよって感じの。ああ、
レッツサイクリング。おお、なるほど。ミヨン。ていうか、なんか、あ、なんか光った。気のせい。気のせい。いや、光ってる、光ってる。瞬発の羽。ああ、ポケモン道具か。じゃあ使い捨てなもんな。ブレナじゃないか。こんにちは、アス。キラーしてたものが、あ、ここ。あ、ごめん。え、なんでそんなに羽があるの？いっぱい羽が。ゾーンゾーンゾーン。あ、ホップ。それ以上近づいたら勝負だぜって。おお、なんか忠告ありがとう。これはまだ寝てるから。そのままで行こうかね。いやー、でも役でが起きてほしいな。キャンプだけで起きない？起きる？土じゃなくて薬で起きて。起きた。おお、てちてちてち。ていうか薬でが見てないけど、あなたの下にいるの薬でが。めっちゃ嬉しそうな顔してるんだ。だなこれ。よか、ヤクデがボール。あ、おもろいやん。はい、ポン。え、またそっちか。いや、ヤクデがどうやって捕まえるの？そのままか。おお、よし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 。ああ、こういう感じか。
はい、みんなのかよかさん。ご飯にしましょうか。これ選ばないといけないよね。粗挽き、ブルースト、うん、入れます。なんか強制的に入れないといけないらしいから。針のある風味が出る。針と針とある。おお、これでいいか。これがいまいちやな。完成。辛口ブルスト乗せカレー。おお、なんか。新しい遭難するレベルだけど、いいじゃん。これできちゃう。で、みんなの HP はどんな感じになってるでしょうか。全部満タン。回セーブしてからよう、ホープ待てたね。ビシバシトレーニングするぞ。おお、ホープはどれぐらいのレベルかな。セバーの18？ よくもなんだっけ、 R？ 似かったな。だってメソンでしょ、ウールとメソン。今レベル18だったら、あー青ガラスがいるか。ちゃんと飛行ポケモン、HP が全部回復じゃなかったの。両方緊張。今回はちゃんと考えて。
しております。いいな、向こうが素早いだったけど2回の攻撃で素早さが減って、こっち側が先手を取って先に倒した。挑発、いや挑発はいらない。確かにね、ストーンだな、ジメリオン、電気タイプでいいんじゃないですか。僕に変わらなくても電気しかないし、ダイマックス同士してたかったな。なんかとあるトレーナーの声でオタクやんって言ってた。ジメレオンって。まあどうだろうね。横もそんなチームで草バージを手に入れたね。おお、いいんじゃねえ。進化するんじゃ。やった。ミツハニはBクイーン。ほら、メスしかないBクイーンが。切り裂く、切り裂くってどんなの。ツータイプ、急死当たりやすい。うん、ポロロロン。あ、やべえな。取り逃す茶目が多い。ルリナさん、よし行こうぜ。あ、何のマークって思ってたら、さっきのBクイーン。おもろかった。なんか気づいてたらふんと飛んでる。攻撃が当たりたいんだけど、なかなか強いな。なんかイメージとは
ちょっと違くて、さすがにレベル20でモンスターボールできつくなってるんだよね。一回でもボンとしてるな今。きついな。普通のモンスターボールで諦めましょう。はい、スーパーボールの出番や。ああまあモンスターボールは大体は待ってるから別にいいんだけどさ。よしよし。で挑戦を交代しましょうか。およく羽が止まるな、この橋の上に。あ、多分これで変かな。おお。ああ、戦えないといけないか。自転車でズーンといたらいけるか。いった。おお。いっぱいポケモンを捕まえるとオーラをついてるポケモンが出やすいだって。バオタウン、あ、自転車使えるのかい。なんか看板を見てちゃんと文字が変わってるってことは、ちゃんと文字が読める方法があるんですが、なんか、どんな感じで読めるのかなかなか分かりにくいな。まあもともとポケモンはいろんな言語を使って
と全部いろんな言語を混ぜてあったりとか、昔にはアンノンだけだったらなんか、あ、違うアンノンだけだったらロマン字、え、何この六人王さんの写真、アンノンだけの時だったのはまあ絶対ロマン字で、で普通の日本語でも言葉をロマン字だけにして、うん、アンノンの文字になったりとか。でも今のは町の名前が看板に書いてある、それがもともと日本語の表す日本語で、え、日本語の町の名前が書いてあるか、別の言語の書き方の書いてあるかどうか不明うん、そういうことです。はい、ああ言語療法が言語療法が、ああ例えば新しい町で服屋さんが見たい、ご多忙でした、あ、ご多忙でして、え、皆様お引き取りを、さあお引き取りください、え、はーい、今日またねって、え、女性に人気、なんか仕事から抜け出したい院長オリーブさん、あ、オリーブくん、そう、はっ院長が君のことを忘れてるやん、はっそんなことでもないかな、こっち側すぐ分かったんかい、
まあ作るします予定です。おお、お祝いか、いいんじゃないですか。もうネタバレなんだけどネタバレなんだけど、もうお祝いって言葉だけやあんた。はい、で服屋さん、なんか光った、光ってない、気のせいだ。服屋さんがないか、この町に。新しいカバンが欲しいんじゃん。磁石お、いいな。電気タイプの技が持ち物。持ち物どこ？え、これ消耗品でしょ？いやいやいや、なるほど、これ巣穴に投げるとダイマックスポケモンが現れる、ちゃんとアイテムの説明読まないといけないな。それが大事、手も大事。おもミルク、よいしょ。よくもう8時か。チラミ持てへん？持てるよ。モンヘン。いいよ。変かね？変かな？いいよ。おお、草フェアリー、大きい、めっちゃ嬉しいわ。目いっぱい可愛がるでよろしくお願いしますやん。でこれとこれ、これが一応押しますんで、交換されたポケモンを
いきなり押し付けられたポケモン。うん、これでいいのかね。オオカニョは普通に捕まえたものというか、あれワタメこっち、えあれで、あれ何のポケモン向こうに置いてかれたの。101154、間違えた、似てるから、ワタメとエロパフ似てるから間違えちゃったって、許してくれ。この後は全部普通に捕まえられたものですよ。これがマジック、マジカル通信に交換されたもの。こんにちは。レコードショップらしい。ああ、置こうか。いらない教育か。ちゃんと説明読もう。草タイプ、水タイプ、タイプ、岩タイプ、エスパー、2000か。岩とエスパーを欲しいんです。怪しい男。これは？命中心に濃くなる。わざわざ攻撃がアットダッシュになる。お金が2倍になる。どうしよう、買おうかこれ。今持ち物の半分だけど、考えとく。というか自転車から降りるのか。出しちゃい。あ、何これ。あ、回復する。こんにちは。
今から鍛えてたい。いや、お母さん。ほう。なんか寂しそうな目するよな。チラ見あげたのに。ちょっと元気をこう。ああ、またそいつらか。おお。貝殻の鈴。いいんだよな。 HP 少し回復する。なんかポケモンたちが持ち物をあげたい。でダメージ与えたら少しが回復すると、ちょっと待って、バグの方からないんです。これが弱タイプの攻撃が、とこれがエスパータイプの攻撃。じゃあこれでよしといいのかな。まあいいでしょ、こんぐらい。ん？え、ベンチに座れる？すげえすげえすげえ。面白い。どうだろう、ここただ邪魔して歩けなくなるかな。戦うの？素直に曲がるのだ。やーぞー、変なぞやな。謎のぞう、変なぞう。あ、ピカ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 チュウ、間違えちゃった。何でも直しは。ね、お店っぽいな雰囲気の場所はないかね。ようガキたち。地下鉄で戦える。すごい子供なこれ。実際に戦わなくてもイメージであれこれシミュレーションも楽しいのに。シミュレーションやってるの頭の中で、なんかどんな戦いしたりとか。すごい子供やな。おーさん、なんてんの？
え、僕に知らないの。あ、みんなに似てるけどな。あ、はい、わかった。チャラいな。ストイコからジモン兄さんが厳しい。意外とホープいないと言おうとしてたんだ。誰かいる。なんかすごい像が立ってる。あー、これ島なの。ていうか、あれ、アローラも島じゃなかったの。え、ポケモンの世界どうなってんの。なあ、なんか昔はジョートとカーンとって感じのポケモンたち、ポケモン地方だったけど、なんかそれをそれに合わせる地平少なくなってきたから。あ、ネットボール。あそこ気になる。っていうか、ヒポケモンが戦闘になってるけど。よいしょ。こいつか。カモカメか。カモカメ。バーチュル。どうかな。エレキネット。エレキネットで倒そう。なかなか強い。戦闘のポケモン交代してたのに、でもなんか絶対魚が出てるんや。水系のもの出るんや。戦闘がヒーマンバカなことじゃん。どう思うし、あ、素早さか、回避じゃなく、こっちに当たる。ちょうど良さそうや。噛みつくか。
倒すつもりじゃなかったんやん。まあいいけどさ、魚やからなんかどこでも出てきそうな感じな。あれ？自転車だったら近くに来て、でもしばらくしたらもうまた出てくる。気になるこの像。何？灯台を守ったと伝えられるポケモンの石像がある。詳しく見たいな。どんなポケモンかな。ていうか、これジムリーダーじゃないの？おう、エレキネットサボってる、サボってるな、サボってるでしょチャース。すごすぎです。お、おー、よくわかるな。有名人になってるんだ。っていうか服装がすごいな。おお、ありがとうございます。リーゴカード。なんかあれ、なんか水泳が好きって思ったら釣りか。ああ、なるほど。っていうか上におさんがいるんだけど。おお、ジムの前にいた人が消えた。おん、ボールガイ。はい、ボールガイだよ。ルアボール。おお、うん、してる。ボールガイだ。ああ、ズキニしか読んでなかったから、ズキニ何って。ポケモンズキニね、ポケモンズキニ。はい、ボールだ、ボールよってハイボールに。というか紙もついてるな。ボールガイって変だよな。というかちゃんとマスクがもうやべえ、こいつどこかのアニメやゲームのどこかで現れそうだ。リアルで。ああ、
かわいいな。めっちゃ睨んでるけど、すいません、お邪魔します。ユニフォームショップへようこそ。新しいユニフォームない？なんか鋼セットがちょっとかっこいいけど、一応虫トレーナーだから虫セットだいたい入れたいけど、色具合はねいまいちです。今十分買えるようなお金が持ってるんだけど、どうかねって。っていうか前にもらった虫し、ちえ、はい、なんかすごいいきなり期待されてる。名前で呼ばれて勝てねって。あ、はい、ていうかプショップはないんか、このままがっかりなさそうやな。ちなみに今の状態だと、どうしようかな。もうちょっとここら辺で釣りしたりとか、まあ大体ニーナをレベル25程度にしたいよな。まあせめてアチュラが進化してほしいんだけど、ちなみに水だったら僕めっちゃやばいっす。まあなんて言うんだろう、交渉として青ガラスのところにあのサール持ってくるんだけど、でもいまいちやな。とサールといえば、そろそろなんか少しレベルアップしないと。結構保証にならないことになるです。よし、どうしましょうか。とりあえずでショップが行きたい。なのでも服が変わらないかね。とボールのマークは何者かわからん。何マークのかな。っていうか自転車乗ってる時も服があるのかな。ここが新しいものあったりとかないね。なんか黒いシャツ買おうかなって少し悩んでるけど、
どう見ても福岡高いね。よかカバンの種類もちょっと欲しいな。ないんだから、ユニフォームはどこで選べるの？ここで着替えしてたら選べるのかな？選べるの？あ、なんじゃこれ。こういうちょっと待って、今の服は嫌だな。なんか一個一個選んで見ないとわからないってことは。でも今の状態だと普通に歩ける時の服になってる？どうなん？事務挑戦してる時の服になってる？それがなんか目なんというんだろう、ユニフォームの時と普段着。もう僕としていいんだけどさ、なんかよくわかんねえ。スタジアムで勝負しに行こうとしたらどうなるんか、ね、と一応ママに報告しに行きたい。ちょっと待って、ここじゃなくてここだ。ただいま。寝てる。あ、アジ取ったよ。うん、自然に笑顔になるよね。そうだね。このピカチュウいたっけ？
母さんはもう回復しないか。そうなんだ。あ、待って。あ、飛んでるのが普通。でもオーラ付き。自転車で当たりにくいやん。レベルは変わってる。前と一緒のかな。どうかな。前と一緒じゃん。オーラ付きはオーラ付きだけど。あ、そうだね。オーラ付きのポケモンを倒すのもう一つの理由はバトをもらえるから。どうだろうね。なんか締め切り締めるとこがなんかちょっといまいちって感じます。まあでも目的としては、まあ少しレベルを上がりたい。みんなたちのレベル、ポケモンたちのレベル少し上がりたいし、まあ進化してほしいです。で、ここら辺で終わりにしようかね。まあ次回あの後ろに見れるスタジアムジム、スタジアムジムどっち？まあジムチャレンジに迎えに行きます。まあその中に、その間に点5のシャープをもう一回取りますので、まあただ物語の続きを見たい方、またシャープ4でお会いしましょう。こっちでシャープ3を終わりにしたいと思います。僕もちょっと休憩したりとか、まあ寝たりとかするようなしようかねって思ってます。はい、じゃあ見てくれてありがとうございました。なんかいろんな、しつけというか押しつけいきなりポケモンをもらったり自転車をもらったり、なんか変人な人に助けをもらったり求めたり、いろいろ、まあでもそういう感じでまた続けますので、もしよかったらまた見に来てください。はい、じゃあここら辺でおしまいにしますので、また次回でお会いしましょう。またねー。バイバイ。